みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。ゴールデンウィークが近づいてまいりました。それに伴いまして、春巡業と称して、また各地を転々としたいなと思います。もしお近くにお住まいの方がいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来ていただけますと幸いでございます。というお知らせの動画です。まあね、巡業って何やねんって話ですけれども、ちょっとその辺の話はさておきまして、予定を決めてしまったので、先に予定の発表をさせていただこうかと思います。4月30日からスタートです。4月30日は、静岡県浜松市のスタジオでございます。で、5月1日に関しては、愛知県の名古屋市でございます。名古屋。で、翌日の5月2日は、こちらは大阪の梅田でございます。で、最終日の5月3日は、兵庫県の神戸です。春巡業に関しては、こんなスケジュールで各地を転々としたいなと思います。まず、初日の4月30日浜松に関しては、時間は6時から8時までという感じです。ちょっと予約が取れなくて遅い時間になってしまったんですけれども、6時から8時まで。で、前も行ったことがある、去年の5月かなに行った、9月かな、ちょっと何月か忘れてしまいましたけれども、去年も行ったことがある、ハルソニックスタジオさんの H スタジオでございます。ちょっと浜松駅から離れてしまうんですけれども、すごい大きなスタジオで、きれいなスタジオがあるので、ぜひ遊びに来てくださいませ。翌日5月1日、名古屋に関しては、4時から6時までという感じですね。4時から6時まで。で、こちらも東山公園の中にあるといった方が正しい、もう本当にもう駅近というか、もう駅の中にある、名古屋2463でございます。4時から6時まで。で、名古屋2463の7スタジオです。5月2日、大阪・梅田に関しては、ベースオントップさんです。こちらも前に行ったことがあるので、去年、おととし来られた方がいらっしゃるかもしれませんが、ベースオントップさんの4時から6時までという感じです。で、一番大きい1スタジオです。で、最終日、5月3日、神戸に関しては、島村楽器さんでございます。ビブレがあるみたいなんですけれども、駅近くにビブレはありますでしょうか、皆さん。ビブレの中にある島村楽器さんの店内スタジオで、4時から6時で、スタジオは A スタジオとなっております。まあ、本当に今話を聞いて、それ結構うちから近いんだけどという方、もしいらっしゃいましたら、ぜひご都合をつけて遊びに来ていただけますと幸いでございます。まあ、ゴールデンウィーク中ね、そのお仕事お休みだったりとか、もしくは学校お休みだったりとかしても、なんか友達と遊びに行くとか、何かのイベントに行くとかっていろいろあったりとかするかもしれませんが、もし都合が合いそうでしたら、ぜひ遊びに来ていただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということです。で、そもそもこの巡業って何やねんと、それぞれ各地に行くのはいいけど、何してんだって話になるじゃないですか。何してんですかね。ちょっと僕も何してんだろうっていう感じでございます。なんかよくわかんないんですけれども、まあ、その大きなスタジオに集まってこう、わーっと遊ぼうぜと、もうそういう趣旨でございますよ。そんな堅苦しく考えないでください。一応、僕はこの相棒のまちこさんと一緒に各地を回りますので、ちょっと最初はね、1曲、2曲、3曲ぐらい、なんかババババッと演奏させていただいて、まあ、ライブっぽい雰囲気もあったりとかするかもしれません。けれど、皆さんの方からその聞きたいこととか、なんか質問とか、いろいろこうリクエストとかあったりとかすると、それに答えて演奏とかもするし、質問に答えたりとかもします。ちょっと僕の中では面白かったなというリクエストが、スラム奏法をやっている姿をここから見せてくださいみたいな感じで、あ、いいですけどつって、その人が後ろに立っている中でこうスラム奏法をするという、そういうのもあったりとかしました。で、まあ、もちろん機材のこととかでも大丈夫ですし、エレキギターとかのことでも大丈夫でございます。で、まあ、ありがたいことにやっぱり多いのが、この iPhone とかスマートフォンとかにサイン書いてくださいみたいなのがあったりとかして、別にそういうのも喜んで書かせていただきますし、もうギターとかギターケースとか、もう何でもかんでも、オラオラオラと書いたりとかもするような感じでございます。はい。何かご質問はありますでしょうか。まあ、毎回毎回の決まり文句になってしまいますが、事前の申し込みとかは特に必要ないです。本当にもう当日、なんかちょっと時間ができたから、ふらっと遊びに行ってみようかなみたいな感じで来ていただいても全然大丈夫です。で、荷物とか持ってくるものとかも本当に手ぶらで大丈夫です。一応、まあ、アコギとかエレキギターとか持ってきたらちょっと面白いことになるかもわかりませんけれども、荷物になるから邪魔だなという方は別に手ぶらで本当に大丈夫です。まあ、普通にそのアコギでセッションしてみたいという方もいらっしゃいますし、僕のエレキギター弾いてみてくださいみたいな、なんかそういったのもあったりとかしますし、まあ、何かしら言いたいことがあったら、どしどし突っ込んでいった方がお得でございます。お得？
お得というちょっとあれですけれども、まあ、その我慢していると、遠慮していると損だぜということです。で、それぞれ参加費とかは特に必要ないんですけれども、まあ、一応その各地で毎回毎回お願いしていることがありまして、まあ、もし本当にあの皆様のお気持ちがよろしければ、まあ、その寄付というか、寄付をいただけますとすごく幸いでございます。一応、その上限1000円という形にさせていただいているんですけれども、その1000円、寄付してくださった方には、まあ、こういうオリジナルの滝沢ギター .com ステッカーというのがあるんですけれども、まあ、こちらを3枚と、あと何かしらのステッカーをプレゼントさせていただこうかなと思います。ちょっと前に配っていたやつが数足りなくなってしまったから、ちょっと違うステッカーにしようかなと思っているんですけれども、まあ、ピック3枚とステッカーという感じで、ね、ちょっとこのささやかながら粗品をプレゼントさせていただこうかなと思っております。まあ、もしよければその寄付のほうも協力いただけますと幸いです。で、それぞれ、各地に、なんて言うんでしょう、DVD っていうんですか、個人的にその制作しているこのギター教材というか、ギターレッスン DVD みたいなのがあるんですけれども、一応そういうのも持参したりとかしますし、一応オリジナルの CD とかもあるので、まあ、そういったものも持参したりとかもします。まあ、この機会によければ、そういったものも検討していただけますと幸いでございますという感じでしょうか。まあ、いずれにしても、詳しいことはホームページのほうにいろいろ書いてありますので、説明欄のほうから、takijawa.jp の URL、そちらのお知らせの URL をちょっとポチッとクリックしてチェックしていただけますと幸いでございます。で、まあ、いろいろこう、ね、いろんな人に言われることが、マチコさんだけじゃなくて、ビルコさんも持ってきてくれと。ビル・ローレンスも持ってきてくれ、エリキギターも持ってきてくれなんていうリクエストがあったりとかするんですが、まあ、ちょっとね、本当にね、ギター2個持っていくのはね、本当にしんどいんでね、ちょっとそれは見送らせてください。今回に関しても、とりあえず、まあ、一緒に行くのはマチコさんだけになるかと思います。ちょっとビルコさんに会いたいという方は多いかもしれませんけれども、それはまた別の機会とさせていただけると幸いでございます。そんな感じ。で、あとお知らせついてにもう一つ。この先に5月18日にもまた一つイベントがございます。こちらはどこかというと、我が地元、橋本でございます。神奈川県相模原市、緑区橋本。こちら、橋本駅近くに月夜の心という居酒屋さんがあるんですけれども、そちらの居酒屋さんを貸し切って、まあ、巡業の一環ではあるんですけれども、まあ、普通にこのライブをやります。こちらは本当にチケット制になっちゃって、チケットピアさんでの取り扱いになるんですけれども、こちらもよかったらチェックしていただけますと幸いでございます。もう普通にディナーショーですよね、普通に。もうディナーショーという感じです。もう月夜の心さんはその和食系にすごいこう強い居酒屋さんなんですよ。そのお刺身とか天ぷらとかお蕎麦とかがすごくおいしい居酒屋さんなわけです。で、そこの居酒屋さんのコース料理が出つつ、僕が多分、2時間半くらいかな。もうひたすらこうギターを弾いて、ひたすらしゃべりまくるという、そういう謎のイベントでございます。2時間かな ?2 時間。2時間ですね。2時間半はちょっと長すぎる。2時間でございます。まあ、そんなイベントですので、まあ、よかったらこちらもチェックしていただけますと幸いでございます。これはもうホームページの方に載ってますので、よろしくお願いします。では、お知らせは以上でございます。4月30日浜松、5月1日名古屋、そして5月2日梅田、5月3日は神戸。という感じで、今回は回りたいなと思っておりますので、各地でいろんな人と会えると嬉しいなという感じでございます。本当にもうね、なんか何してるのかわからないですけれども、まあ、本当に遊びに来ていただきますと幸いでございますよ。一緒にこう、パッと写真撮ったりとか、一緒に握手したりとかして、そうですね、なんかこう、楽しみましょうということでございます。あとあれ。一応、この後、各地でもうスタジオ終わったら本当にもう解散という感じではなくて、まあ、この後に一緒にご飯食べ行ったりとかするんですが、それだけの参加というのも全然 OK です。全然 OK です。ちょっと仕事が間に合わないぜ、でも滝沢さんには会いたいぜという方は、そこだけでもぜひ遊びに来てください。基本的に僕が今どこにいるとか何をしているというのは、Twitter でお知らせをしていくので、お店に向かうときにどこどこ駅近くの、ね、どこどこにあるなんていうお店に行きますとかっていうツイートをしたりとかします。なので、まあ、ツイッターの方をチェックしていただけると何かと良いかなと思いますが、まあ、ちょっとこちらに間に合わなくても来たいぜという方は、ツイッターをチェックしてくださいませ。はい、以上かな。そんな感じで。
終わりにしましょう。もちろんですが、未成年の方は喫煙、飲酒なしで行きますので、その辺はちょっとバッチリとやっていきましょう。そんな感じです。では、各地で皆さんとお会いできることを楽しみにしておりますので、お近くの方がいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てくださいませ。ギターを聴きに来てくださいませ。バシバシやりますよ、バシバシとね。バシバシバシ。はい、そんな感じです。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。もしくは実際にお会いするときまで。さようなら。ははははは。